とは、太陽系外惑星として、最初に確認された岩石でできた惑星である。NASA のケプラーミッションの数ヶ月に及ぶ観測データの分析により、岩石で構成された可能性がある惑星が、主星ケプラー10の前を横切ったことを確認し、2011年1月10日に発表された。ケプラー10ビットは、地球の3.33プラスマイナス0.49倍の 質量と1.4倍の半径を持つが、主星のすぐ近くを公転しており、生命が存在するには過酷すぎると考えられている。その存在は、ハワイ島の WM 結果点問題によって発見が改めて確認された。主星ケプラー10は、流座の方向に560光年離れた位置にある、構成である。 大きさは太陽とほぼ同じだが、誕生から120億年が経過した古い恒星である。惑星は、ケプラー10を公転する惑星として最初に発見された。このため、ケプラー10ビットという名称が付与された。恒星ケプラー10という名称はこの恒星が、ケプラー宇宙望遠鏡の観測視野内に位置し、ケプラーが10番目に惑星を発見したことを示す。 ケプラー10ビットがその前を横切ることが確認されて、ケプラー10ビットと共にこの名称が付与された。惑星の発見は2011年1月10日に公表された。ケプラーが観測したケプラー10の高度曲線。一時的に高度が減少していることから、ケプラー10ビットの存在が確かめられた。発見方法であるトランジット法は主星の高度、すなわち明るさに依存する。 仮に、主星と地球との間に惑星があると、主星の光がわずかに遮られ減少する。また、惑星の光転周期は一定なので、高度が減少する感覚も一定である。この方法なら、惑星の半径を知ることができる。惑星の質量はトランジット法からは、求めることができず、ドップラー分光法での観測が必要になる。 ケプラー10ビットの発見は2009年5月から2010年1月までの8ヶ月間の観測データをもとに発見され、最初にトランジットを起こすことが確認されたのは2009年7月であった。分析の結果、ケプラー10はわずか0.83日という短い間隔で現行を繰り返していた。ケプラー10ビットはケプラー宇宙望遠鏡の観測視野内で最初に発見された。 トランジットを起こす地球サイズの惑星であった。その後、ケプラー10の観測が優先的に行われた。2009年から2010年にかけて、WM 欠句点問題の欠句相望遠鏡で、ケプラー10の視線速度が計測され、ケプラー10ビットの質量を求めることに成功した。公表から3日後の2011年1月13日、週刊雑誌エコノミストは記事内で、 この惑星を非公式にバルカンと呼ぶことを提案した。これはローマ神話の火の神ウールカーヌスと水星の内側を交点するとされた仮説上の惑星バルカンとを掛け合わせている。2011年9月には2回目の観測結果が発表された。この観測で惑星のアルベドを測定することに成功し、惑星の表面温度を決定する重要な鍵となった。これは 地上から観測された太陽系外惑星としては初めてである。ケプラー10ビットと他の太陽系外惑星との蘇生を比較した図多くの天文学者はケプラー10ビットの発見に興味を引き立てた。なぜなら地球サイズの惑星の蘇生や構造を研究できる絶好の機会であったからである。カリフォルニア大学バークレー校のジェフリー・マーシーは人類の歴史において これは最も科学的に重要な発見である。ケプラー10ビットは世界的な教科書になるであろう。と発言しているケプラー10ビットは地球と同じく岩石で構成されていることで知られている。地球の3.33プラスマイナス0.49倍の質量と1.4倍の半径を持つ。密度は5.8プラスマイナス0.8グラムマイリッセンチメートルとされており、 主星ケプラー10との距離は太陽から水星までの距離の23分の一しかない。そのため、昼側の表面温度は1833系にもなる。これは鉄をも溶かすほどの超高温である。当時までにケプラー10ビットと極めて蘇生が似た惑星として高マイナス 7B が発見されていた。しかし、高マイナス 7B はケプラー10ビットよりも 質量の値に不確実性が大きい。その結果、ケプラー10ビットが鉄や岩石でできているのに対し、高マイナス 7B は溶岩に満たされた、ラバオーシャンプラネットと呼ばれる分類に属すると考えられるようになっている。ケプラー10ビットは、主星との強力な潮積力で時点が固定され、主星に対して同じ面を向けていると考えられている。ありがとうございます。